どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガーズでございます。今回はですね、ものすげえ面白い、情報をシェアしたいと思います。皆さん覚えてますかね？ガズレレインターンシップって覚えてますか？ベトナムで毎日毎日このウクレレを生み出している、ガズのわがままウクレレを生み出している、モジャ君。モジャ君、毎日ベトナムでやってるんですけど、これはやっぱりね、もっとよりなんか良くしてようということで、今回新しくね、それインターン生を募集して、日本から、こう向こうの工場に行って、これウクレレの作り方とか、いろいろね、ガズレに関するいろいろなことをですね、こう学んでいただこうという機会を設けまして、本当に多数の応募をいただいて、本当にね、選びに依頼で、もう本当ね、もう悩みまくっちゃったんですけど、結局3人選ばれまして、決定してもらいます。で、なんとですね、2月17日、とうとう、第1弾。一人目が、ベトナムホーチミンにも旅立っております。すごくないですか？はい。そしてですね、なんとね、その、飛び立った第1号の方、ジーノ君。ジーノ君って言うんだなと思ったっていうのはですね、彼がこれを機にツイッターとか YouTube を始めたという話なんですよ。面白くないですか？そしてですね、もうね、バンバンベトナムからの情報を今アップロードしてるんです。皆さん、ぜひジーノ君のフォローお願いします。ジーノ君って何で言ってるかというと、ツイッターの名前がジーノって言うんで、ジーノ君って呼ぶんだっていう感じで、本名はもちろん知ってますけど、そう。それでね、結局今日はね、そのツイッター、その前に、そのやりとり、その流れをちょっとね、シェアして、私さっきブログに書いたんだよ。ガズのブログもここにも書いてますけども、ちょっとここも読んでくださいね。そして、皆さん、そのジーノさんのこのツイッターがあるんですよ、ツイッター。これね、もうね、すでにこの最新情報、ベトナムでの話がもういっぱい書いてあるんですよ。ほら、動画もいっぱい上がってる。この彼なんですけど、これ見える？これね、めちゃくちゃモジャックにそっくり、ヘアスタイルまるで一緒なんです。超ウケる。もう最初で、面接に来てもらった瞬間にですね、あれ？なんでモジャック来たのって感じで、もう、うり二つなんですよ。びっくりしました。九州男児です、彼は。で、彼がね、もうね、不器用ながらもこのツイッターとかその SNS で発信を始めたんですよ。そういうのがまた面白いじゃないですか。で、この YouTube とツイッターを彼が始めた理由っていうのが私らしいです。やればいいじゃん、つって言ったらしいんですよね。そして人生を変えてしまう。彼はだってそのインターン、ベトナムインターンシップに申し込んだ時に、今やってる仕事を辞めてから応募したらしいですよ。ドヒャーって感じですよ。どれだけ人生もうチャンネル変えまくってんのって話なんですけど。まあそんな方が今面白い。ベトナムでの古今奮闘、古今ではないか。とにかくベトナムでね、なんかもうとにかくね、この子はジーノさんはもうすごい頑張り屋さんなんでね、もうほんと楽しみなんですけど、はい。そんなことで、さっきのブログのところにもね、そのツイッターのこと書いてありますけど、ちょっとこれ見てください。で、 YouTube でもね、そのことここにジーノさんの YouTube のね、僕のこと喋ってる動画もリンク貼っときますんで、お願いします。フォロー、ツイッターの彼のフォロー、YouTube などお願いいたします。そしてね、結局このベトナムで、どんなことやってんのかとか、どういう工場なのかっていうのが、きっと、ジーノ君、シェアしてくれると思います。このウクレレのこと、興味ある。ぜひ、ジーノさんの、ツイッターや、なんとかこの SNS フォローしといてくださいね。よろしくお願いします。もう、とうとう動き出しております。ベトナムで、このウクレレをバンバン生み出す。さらにいいもの、さらにこう、なんていうのかな。そう。とにかく、これが面白い。あと、二人、後からどんどん、ベトナムに向かいますよ。ここは今もうめちゃくちゃ暑いですからね。はいはい。そんななんか、いろんな空気感をお届けしてくれると思いますので、皆さんもぜひ、フォローの方よろしくお願いします。ちなみに、ガズもツイッターやってますんでね、この ID、ガズレレで、検索してみてください。ガズさんもね、ツイッターいいことばっか言ってますからよろしくお願いします。はい、ホームページ、もろもろご覧になってください。ガズレレ .com すべては、わかります。はい、リンクも貼っておきますから、よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、いろいろ、もろもろよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。